この番組は惑星 CB からやってきたコントラバスヒーロー時代書優が三浦半島を中心に食べたり遊んだりお仕事をしたり地球での生活を紹介する番組です。ようみんな、コントラバスヒーローだ。今日はここ。ここはどこだ。そう、横須賀上町商店街にやってきた。今日はちょっととある人からの連絡があって、どうやらヒーローをね、元気にしてくれる人がいるということで、みんなでやってきた。音楽の平和を守るために日々奮闘するヒーロー、今日はゆっくり癒されちゃいましょう。これもう早速ね、目の前にありました、もこ先生っていう人のところに行くと元気にしてくれるっていう話を聞いて、今日はやってきました。先にヒーローじゃあ許可取ってもらいます。はい。大丈夫だそうです。じゃあちょっと入ってみましょう。お邪魔します。あ、なんか早速なんか、あ、いるぞ。あ、何者だ。でも悪い人ではなさそう。猫先生ですか。そうです。あ、どうだった。お、猫先生です。猫先生、ようこそいらっしゃいました。こんにちは。戦いの傷がですね、はい、元気にしてくれます。やりますよ。やったー。任せてください。猫先生、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。元気になっていただきましょう、今日は。お願いします。はい。そして2階の方でやってますので、はい、じゃあ2階にご案内したいと思います。わかりました。はい。よろしくお願いします。で、ここに2階、施術するところなんですけど、まあ、猫の毛とかいけない、猫出禁になってますので。猫先生どうするんですか。猫先生、猫出禁で、あ、やれないんですよ。なので、ここで、ここだったら普通の格好にさせてもらっていきたい。脱皮しました。脱皮するとこんな格好で、脱皮するとお名前は何になるんですか。猫先生変わらずです。名前は変わらずです。はい、では2階の方へ参ります。さあ行きましょう。どんな秘密が隠されてるのか。ヒーロー、どんな体験が待っているか楽しみですね。今回ヒーローご一行が訪れたのは横須賀市にある猫先生の整体院。優しい照明と音楽の流れるプライベートな空間で心地よい施術を体感できる大人気の整体院です。こんなところで普段は施術をしています。猫先生は、はい、何をしてるんですか。整体院なので基本的には皆さんの体の、まあ、施術ですよね。手術でベッド使ったりとか椅子を使ったりして、まあ、皆さんの体のケアをしてますけど、基本的には、まあ、マッサージと言われるこう体問題とかね、お見せするベースですけど、その他にもちょっと特徴的なのがあって、自律神経をしっかりと整えて、本来持っている心とか体の機能をシュッとこういい状態にね、自然な状態にして、しっかりとまた元気になってもらうというのをやってます。自律神経ってストレスとか緊張とか、過度な運動とかそういうのが重なってくると乱れちゃうんですね。この間なんか4日連続でヒーロー活動があって、最終日あたりでもうずっと冷や汗みたいな。間違いない、自律神経がもう悲鳴を上げてる状態。じゃあ私はもう限界かもしれないので、ね、リセットしてもらって、ここでじゃあお願いします。はい、でやっていきたいと思います。というわけで、マスクだけではどうやらダメらしいので、胸のアーマーも実装解除したいと思う。あ、実装解除、実装解除。はい、今少し無防備な姿だ。ではよろしくお願いします。ちょっと意味わかんない。実装解除してもらって、よりちょっとね、乱れが強く出るような感じだったと思うので、今どうなっているかをいくつかチェックしてください。ヒーローの体をチェック、体の機能チェック。いろんなことでストレスがかかったりすると、まあ、自律神経乱れて筋肉もちゃんと動かないので、まずバランスが悪くなります。でそれを見ていきます。あとは筋肉の力がしっかり入るかだとか反応してるかを見ていくので、でバランス、前後のバランスを見ます、はい、お腹の前にまず手をこう組んでください、はい、で、上から押すのでま、はい、っすぐ立ってください。まっすぐ立つ。で、バランス崩れるかどうかを見ていきます、はい、いきますよ。まっすぐ立ってると、お、少し前に後ろのバランスは、こんな感じで今後ろに少しこう倒れてくる感じがありますよね。はい、 OK です。これがバランス感覚。次に指の力で筋肉どのぐらい働いてるか、
て、ギュッと握って開かないように。開かないように。死ぬ気でも。はい。死ぬ気でいって、せーの。しっかり。はい、こっちも。死ぬ気で握れ。よれ。あ、左もついな。で、正面に水平の高さに伸ばす、はいはい、で、上から押すので落ちないように水平をキープします、はい、下がってこないよね、はい、よいしょ、おーどうそれからどうOKOK はい、ボールだ、はい、これ今体の機能的なところをいくつか見ました、はいはい、これがノーマルヒール、はい、で、何をやるかというとまず2つあります。1つはシャツ、リライブシャツというシャツがあります。このシャツが実はものすごい効果があって、ただシャツなのに、ただのシャツです。これを着るだけで体が柔らかくなる、筋力がアップする、バランスが良くなる、血流が良くなる、そういういろいろ体の機能が正常な状態に戻ってくる、なんだってというシャツがあります。リライブシャツ、そんなうまい話があるのか、ね、不思議でしょ。普通こんなのはシャツごときでと思うんだけど、これが着たらわかる。先生あれですよ、これが本当にそんな効果あった先生どう、ここにいる意味がなくなってしまいます。いやいや、全人類がシャツを着ればいいだけになってシャツを着て施術をするとよりしっかりと効果が出るというね、そういうことです。シャツだけでやっぱり 100% じゃないので、なるほど、より効果的にというのをやってます。楽しみです、はい、で、シャツというのが実は、はい、じゃーん、かっこいいね、普通の T シャツでしょ、うん、ね、でもちょっとこれには秘密が隠されていて、内側にね、あの鉱石がプリントアウトされています。で、鉱石の力で筋肉の状態とか経絡を整えるというものです。経絡というのは、まあ、ツボとかね、あれです、人間の体というのはツボとか、あと気の流れとかのがあって、その流れが整っているか乱れているかで変わってくる、それを整えてくれるというのがこのシャツの力です、はい、なのでこれをじゃあ着ていただこうかな、はい、で、OKOK、サイズジャストサイズです。でこれで最初にやったのと同じことをチェックしていきます。バランスと、うん、力の関係っていきます。じゃあまず前のバランスね、お腹の前手を組んで前のバランス、はい、どうですか、あ、よっしゃ、どうですか、あ、いける、まだいける、まだいける、すごいかも、はい、はい、はい、いいですよ、大きいね、はい、指が赤くなるぐらい引っ張っても動かないという感じに、今バランスと力の感じ変わったの分かります、ね、これが今スーパーヒーローです。おー、シャツを着るとスーパーヒーローの出来上がり、本当かなと思いながら、本当だなと思ってる自分で、面白いのがそのシャツ脱いでください、またノーマルヒーローの出来上がり、これ、はい、ノーマルヒーロー、あ、あれ本当だ、え、すごい、で、あれおかしいイノマルヒロ、はい、残念経絡とやっぱ筋肉に刺激、いい刺激が入るので正しい動き、働きをしています。これを着るだけで作ってくれるのがリライブシャツです。不思議な体験、不思議でしょ、だけど実は人間の体って自分自身の力でも自律神経整える方法を持ってます、はいはいはい、でこれはセルフケアでできるので、もうぜひ覚えて、覚えたらできる、やってください。で、何をするかというと耳をマッサージします。耳マッサージ、耳には人間の耳にはすごい力が入ってるので、耳をマッサージすることで今と同じこと、もしくはもっとすごい状態になります。お、はい、ぜひやってみましょう。自らの手でできるということは、私はさらに強くなれるということか。これは必見だな。体全体とツボが集まっているので、体をマッサージすると同じ効果が得られます、はい、その中でも一箇所、神門というツボがあります、はい、その神門というツボをマッサージすることで自律神経を整えます、はい、じゃあまず右側からね、はい、ます耳全体を最初、両耳やるんですか、両耳やります、はい、疲れてますね、疲れてますね疲れてますね、おそらくキューッとこの自律神経のツボの神門引っ張ります。そうするとシュッとできると、ああ。で、右の指の力を見てみようかな、はい、そうするとガッチリ入るでしょ、いきます、いきます、いきますよね、いきます、いきます、おー、今度左側行きます、はい、あ、気持ちいいですね、気持ちいいでしょ、あ、これ、ね、結構寝ちゃう人もいるんです、私、やっと立ってる状態、皆さんも一緒に耳のマッサージしてみてね。
おお。おお。来た。あ、指の力。左側に指の力。しっかり入りますね。オッケーね。よ。全然ぶれないですよ。おお。まっすぐ立てます。これで今はスーパーヒーロー出来上がりです。だからシャツを着るのも大事ですけども、自分でまずしっかりと中から整えて、なるほどね、なおかつシャツを着て上から。そうしたら完璧。完璧。外から中からしっかり整えて。というのが自律神経の力です、はい、ただ自律神経簡単に乱れちゃいますので気をつけていただきたいんですけども、はい、じゃあ後ろに手組んでください。はい、はい、これそうそう、はい、今耳に触りました。はい、はい、おちょっと先生ってもしかして整えることもできれば乱れさせることもできますよ。そりゃそうでしょう。はい、これでスイッチオン。おいさん、すごい。いろいろね、あの人間の体でスイッチいっぱいあるんで、例えばスイッチを、はい、後ろ手を回して、オフ、いや、オンにしますね。はい、オン。え、今、今どう？なんで、あ、というふうに、怖い怖い怖い。一番のヴィランかもしれない。一番のヴィランが現れたかもしれない。恐ろしいな。面白かったでしょ。これは人間の体ってやっぱりセンサーがいっぱいついてて、はい、いいこととか悪いことすごくね敏感に反応するんですよ、うん、悪いストレスがかかると乱れちゃうけども、逆に整ういい情報が来るとシュッと整ういう情報の使い分けをしました。それをマスターしている先生はちょっと恐ろしいやつかもしれない。敵に回す場合が終わっちゃう。身がしまくっちゃうから気をつけろ。敵にされるとやばいけど、逆に僕が自律神経をマスターすればもっとヒーローのサポートができるかも。体のセンサーは敏感ですから、ね、ストレスのない生活を送っていただきたいので、そういうのをやってます。うちでは皆さんストレスを取ると面白いですよ。その方法はいろいろあります。三浦半島に住んでます。じゃあ、はい、お願いします。なんで気合い入れてるんだろう。せっかくなのでスタッフのみんなも体験してみることに。え、死ぬ気で頑張れ。はい、はい、これでいこう。はい、大丈夫かこれ。大丈夫だ。あー、気持ちいい。はい、仕上がりました。気配ですね、すごい。はい、いい。じゃあ後ろに手くんで後ろのバランスからいこうかな。はい、いきますよ。はい、おりゃ。あ、全然違う。あ、痛い。すごい。これがスーパーディレクター。へへへ。はい、ノーマルディレクター。はい、後ろに手も使われます。はい。はい。すごいんだけど。はい、ノーマルディレクター。へぶだな。ノーマル超えた。ノーマル超えた。ノーマルやばい。はい、出来上がり。はい、もう一回だな。ただ、整いました。ケイン。スーパーディレクターになっちゃった。え、すごい。前が上がる。はい、OK。おお。どう？すごいよね。いけるでしょ。マッサージします。はい、体元気になれ。なんでなんだ。ああ。もう持ち遊ばれてる。ちょっと鼻取ってくれ。遊ばれてるから、ね。はい、出来上がり。これだけで OK。解き方は、まあ、どっか体触れば OK です。誰も触んないで。今スーパーアクセス。コントラバスヒーローの三浦半島に住んでます。帰ろうか。これ。ありがとうございます。ありがとうございました。これすごいいいですね。あのでしょ、普段はこの流れなんですか、耳を。いや、普段は、大きく分けて2つあって、まあ、今やったのは耳をマッサージしたのは、はい、今日お試しということで、まあ、こういうことになるんですよというので、ちょっと一瞬だけね、うん、やってみます。ということは、もっとたっぷり、うん、たっぷりたっぷり、本当だったらば、最初ね、120分の時間もあってます。たっぷりですね。120分の、まあ、1万5000という金額で、整えて、うん、でそれが長く、深く続くように、うん、というのをやってます。まあ、それ2回目以降はまあ1万円というちょっともっと短くなってやるんですけども、そういうコースが一つあって、あとは基本的にはうち整体なので普通の整体ですね、手技
ベッドの方で、はい、お体を整えたりだとか、うん、というのをやったりだとか、うん、そういうのをやったり、ただその中でもやっぱり自律神経整ってるのと整ってないのでは後の効果とかね、うん、違ってくるので最初に少し耳触ったりはします、うんはい、でその後に施術をするという流れがメインです、うん、そうなんかね、うん、ストーンとこうなる感覚になってきて、これきっとこの先生の魔法の力、魔法ではないです、施術だ、いや自分の持ってる力が出てきた、あお私の中から眠っている力、眠っている可能性がこう出てくるんですよ、でこの状態だ、はい、これ先生こう施術終わって、はい、皆さんこう晴れやかな顔で出てくる、はい、気持ちいい、気分、気持ちいいですね、うん、あれはね、本当にそうそう、次の戦いに、いやもう、もう全回復したので、はい、ぜひぜひまたちょいちょいね、うん、撮った時に変わらせてぜひぜひいただきます、はい、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、ホームページ見てね、ウェブ予約できます、次回、コントラバスヒーローの三浦半島に住んでますはお散歩編、美味しいモンゴル料理が食べられるとの噂を聞きつけ、ヒーローは久しぶりの東京へ。そこにあったのは美味しそうな料理と、この楽器は